桜駅跡,跡にある石像メッシュ方向は私をメッシ、公に放ずることを意味する古事である。出典は戦国作の旗作に由来する。一般的には指針や市場を抑えて国家、地方公共団体、社会、世間などに対して放仕する精神を意味する。メッシュは自身の利益や欲求を捨てること。方向は公や立場が上の者に放仕すること。 しばしば個人主義私欲の対極にある思想の一つと、みなされ過度な実践は自己犠牲を伴い全体主義につながることもある。個人主義の発祥の地である欧米諸国においても、公に対する忠誠や献身的精神は究極の愛の形として高く評価されることはあるが、日本の戦後教育は個性を重視する観点から否定的である。江戸時代の日本では、 葉隠れの記載から広く浸透した、武士道というは、死ぬことと見つけたりという言葉にあるように、子族社会においては、自分の命を捨ててでも、主人のために尽くす生き方が推奨された。現代日本の企業の特徴の一つとして、企業の公共性や社会貢献の度合いとは関係なく、企業内における、 貢献成果の主君と家臣のような関係性を指して変則的にメッシュ暴行と表現されることがある。この企業内で完結するメッシュ暴行の強要が過労、サービス残業、休日出勤、有給休暇の未消化といった労働問題の原因になっているとの指摘もある。日本経済団体連合会は戦後の教育は権利の尊重を過度に重視してきた。その結果、 自らの権利のみを主張する弊害が目立つようになっている。権利と義務は、表裏一体の関係にあることを踏まえ、権利意識とバランスの取れた公共の精神、つまり、社会の構成員、あるいは、組織、団体の構成員としての責任と義務を教育の中で強調していくべきであるとの政策提言を行うなど、この変則的メッシュ方向を推し進めるべきだとも取れる主張を行っている。 東方新規から絶頂期に相次ぐ K-POP 分裂騒動2011年1月29日産経ニュースこれからの教育の方向性に関する提言2005年1月18日日本経済団体連合会ありがとうございます